50日ぶりの脱皮。ハリガネムシが出たオオカマキリ、イッチのその後。カマオです。まずはこちらをご覧ください。これはイッチではなく、カマオが庭で拾った朝鮮カマキリです。拾って2週間、ちっとも成長しなくて、動きもおかしかったのです。背中に黒い線が見える気がしました。水をかけたらお尻の先に水滴が溜まって、この子はお尻をむずがゆそうに後ろ足で蹴りました。もしやと思い、水にちょっとつけたらズルルーンと勢いよく出てきたのです。ちょっと前まで遠い世界の存在と思っていたのに、今年2回も見るなんて、あまりにも身近だったことに驚きました。このカマキリに前に水をかけた時には出なかったのに、どうして今回は出たのでしょう。さて、イッチの様子をお伝えします。ハリガネムシが出てから食欲が戻りました。こちらがその後の食事の記録です。お腹が心配だったので少しずつ食べさせました。だんだん食欲が湧いてきてお腹も膨らんできたけれど、脱皮のことをイッチは覚えているかしら。そんなことを考えながらお世話をしてきました。そして8月29日、イッチなんと50日ぶりに脱皮しました。殻がお尻の先に引っかかっていました。取り除いてあげたかったのですが、激しく抵抗されました。およそ半日後、残りの殻を外しました。だいぶ体力を消耗したようで心配しました。その後しっかり回復して、オンブバッタのメスが食べられるようになりました。健康チェックのお時間です。目のすり傷はちょっと治りました。小型のバッタを食べてお腹は満たされているようです。お尻の先端のヒゲは脱皮の時に少し曲がりました。お尻の黒い点は相変わらず残っています。何でしょう。ハリガネムシが出たことで止まっていたイッチの時間がようやく動き出したように感じます。気になる点はありますが、イッチが元気で長生きできればカマオは嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。